山根さん、メッセージありがとうございます。今回の山根さんのメッセージは視聴者さんに向けた感謝の動画だと思いますけども、本当にこういう気持ちですよね。山根さんが言われているように私も常に感じます。私たちは情報を受け取ってくださる方とか私の動画を見てくださる方に支えられているんで、視聴者さんに対してはもうすでに、ね、恩人なんですよね。山根さんも同じような思いを感じていらっしゃると思います。で、私もそうですけども、こういう風なね、今キッチンですけども、どんなところからでも動画を撮っていきますし、いつになってもどんな状況でも辛い時でも悲しい時でもその感情そのままに皆様に伝えていきます。やっぱ人ってね、分かっていただきたいっていうところと分かってあげたいっていう気持ちががっちりと手をつないだ時に強い関係ができると思うんですよ。分かってもらいたいけども分かってあげたくないっていう人とはなかなかね、接点が見出せないと思いますし、仲良くなることって難しいと思うんですよ。でも YouTube っていうのは皆さんね、自分の選択でクリックして、自分の選択で視聴を最後までして、もしくは途中で離脱して、そして自分の選択でチャンネル登録したり、そして次の動画が上がってきたら、またあの人はこんなこと言うんじゃないかな、どんなこと言うのかなっていうふうなワクワクと期待でですね、見てくださると思うんですよ。それっていうのは私たちはものすごくね、動画を発信してくださってる方に期待をしていて、信頼をしていて、ある意味ですね、ファンなんだと思うんですよ。そして私たち情報発信者も見てくださる方のファンなんですよ。どういうことかっていうと、どんな人が見てくれるのかなとかね、見てる人はどんな声を、どんな考えをしてるんだろうかって非常に興味があるんですよ。ですから私みたいなね、動画を発信して影響を受けて自分も YouTube やるぞって言った方にはさらに励まされちゃいます。だから応援したくなるんですよ。自分の私利私欲ではなくて、もっとね、 YouTube って楽しいもんだよと、自分の本当のことを言いたいこと、言いたいことを言ってとっても素晴らしいことだよと。もっと言ったらですね、人生生きてきて本音で思ってないことをやるっていうのが実はすごい苦痛なんじゃないかなっていうふうに私は感じてます。山根さんの動画はいつもね、ちょっとね、悪ふざけな面白い動画とかユニークなのもありますけども、なんかね、すごく素直に自分を表現してるなと思いまして、とっても好きなんですよね。で、皆さんもね、山根さんの動画、ありがとうございましたっていう動画今回なんですけども、視聴者さん向けての動画、動画説明欄から見ていただきたいと思います。そしてですね、同時にですね、山根さんのこと、西倉さんのこと、これはね、日本の未来なんですよ。日本の10年後を、多分西倉村は日本の10年後を言ってます。少子高齢化が極端に現れているところ、そして助け合わないともうやっていけないような状況が今日にも明日にも来ているよっていうふうに私たちに知らせてくれてるのがこの西倉村だと思うんですよね。その中でも暗号通貨を ICO をはじめものすごくトライをしているところでもあると思うんですよ。私たちはどうでしょうか。日本に対していろんなね、不満を抱えたりとか、自分の地域に対して信頼できないっていうふうに、やっぱり毒づいているところありますけども、じゃあ実際自分が地域のために、国のために、隣の人のために何ができてるかなって感じた時に、あれ、もしかしたら何もしてないかなと感じることがあると思うんですよ。で、私たちが一番最初にできることって声を上げることなんですよね。思ってることを言うってことなんですよ。そして言った人の声を聞いてあげるってことなんですよ。この言うことと聞くことをもう一歩ね、進めてみて、2020年はより話す、より聞いてあげるっていう風な自分になっていけば、多分日本って持ち直すんじゃないかなと思うんですよ。そうなんですよ、日本中には自分の気持ちを伝えたいっていう人と、その気持ちを受け取りたいっていう人がたくさんいるんですよね。その中にあなたももう一歩二歩入っていくことによって、多分ね、すごくいい国になると思うんですよ。ですんでね、その思いを一つ、多くね、受け止めるために山根さんの動画をチャンネル登録してみてください。きっと西倉村という、もしかしたら山根さんが動画を作らなければね、一生知ることのなかった岡山県の山奥のその小さな村のことを好きになるんじゃないかなと思うんですよ。ではよろしくお願いします。